民活が企業を中核とした民間活力を意味するのに対して、個人経営体、市民、地域住民、NPO、NGO など民間人の活力を評価する用語である。中国雲南省の年度による河原の生産、労働集約的技術によって現地の資源を有効活用している。経済主体は消費者、家計、生産者、企業とに区分されるから、 経済学的に言えば、草の根民活は、農家、自営業従事者など小規模生産者と、家計、制御レベルで現地の身近な資源とローカルコモンズを利用する住民が、その範疇に含まれる。彼らは、貧困者、社会的弱者のように見えても、次のような特徴がある。地域に居住し、働くという食住接近である。地域の資源、労働、経営、 人間関係などの情報に精通している。相互に情報を共有している。現地の適正技術を保有している。このような場合、現地の小規模生産者、家計、制御レベルで現地の資源を利用する住民は、高い技能と情報力を持ち、彼らの間には、コミュニケーション能力、結束力、信頼関係に、裏打ちされた地域コミュニティが形成されているとも言える。 中国厚生省の旗折。90歳の老人が免譜を折り、販売し収入を得ている。技能を保有していれば、地域社会の担い手ともなれる。他方、福祉国家論にあって、老人を年金受給者、退職者、要介護者と見れば、支援、介護の対象でしかなく、高齢社会を問題視するしかない。しかし、老人は、昼間人口として、地域に居住し、 地域コミュニティの中でコミュニケーションを図りながら伝統文化を保持、伝承する役割を担っているかもしれない。育児や子どもの教育を含む子育てに協力している場合もある。還元すれば、老人を草の根民活として認識すれば、高齢社会を問題視する発想は修正を迫られる。また、開発経済学にあっても、女子、農家、都市インフォーマル部門の従事者は、 貧困者あるいは社会的弱者として位置づけられ政府開発援助や NGO による援助の対象とされる。しかし、スラムの住民は貧困状態にあっても廃品回収、再生資源の利用など廃棄物の民間リサイクルを担っている場合もある。スラムを貧困の象徴として厄介者扱いする議論も先進工業国から見た一方的な見方なのかもしれない。 事務所、工場従業員など、正規の雇用機会に乏しく、インフラが未整備な状況では、貧困者は冷細な自営業を制業とするしかなく、それは自助努力の必要な労苦を伴う仕事である。対東北地方の牧畜。道路や農地脇の草は水牛にハマせるローカルコモンズである。住民は現地の資源の利用に長けている。 開発途上国の農村、山村では、住民は、新炭などバイオマスを身近な燃料としているが、このようなバイオマスエネルギーは、森林、入海地、里山というローカルコモンズとして、再生可能エネルギーとなっている。還元すれば、地域コミュニティの住民が、持続可能な資源の利用、管理を行っているのである。したがって、現地住民、個人経営体を、貧困者、 社会的弱者として一方的に支援、援助、介護の対象とみなすのではなく草の根民活として社会開発や地域コミュニティの担い手、あるいはローカルコモンズの管理を通じた環境保全の担い手とすることも可能である。草の根民活を開発の担い手として位置づける草の根民活論は特に開発経済学や環境経済学の枠組みの中で市民、 住民あるいは NGO NPO が参加する、持続可能な開発を目指す場合、有益な示唆を与えてくれる。ありがとうございます。